言うこと聞かねえ。そういうのやるの来たんじゃない。まったり、まったりやりたいから。あの、まったりしててください。カウント痛い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 って言ってるうちに終わるんで、大丈夫。なんかやります。
レース準備できましたよ。あと何にしましょうね。もういいですか。まだやる。じゃあ今日は何、あれですかね、ちょっと女子多めですね。マジですか。おじさんちょっと楽しくなってきた。女子が多い。あのね、女子の、女子の人ってね、必ず浮気します。みんなします。マジで。男の人と違ってね、まあバレない、まあバレない。でもしてます。あなたたちは浮気をしてます。締め付けがすごい。そうだから、一生懸命自分が仕事行ってる間に家の中にこっそり黒人を連れ込んでる。それはある。そんな歌をちょっと歌うかなと思ってます。あなたたちの歌ですよ。私関係ないよって顔しないで。心当たりあるんでしょうか。っていうやつです。
に黒人いたらびっくりするよ。今日はあなたたちのカルマを浄化しに来ました。なんかあったっけ？うち休暇あるまだ。もう帰った？もういいかい？もういいかい？あるか。じゃあチョコレートクラッカーやります。やる気ねえ。あのクラッカーお前、全然やる気ねえ。すっごい疲れるわ。チョコレートクラッカーですよ。あなたたちもあのほらあれなところを全部あれしてるんだって。何だそれ。もうあの見えてないと思ったら全部見られてたみたいな、そういう歌です。知らんけど、なんか大丈夫でしょ。じゃあ皆さんのご存知のチョコレートクラッカーをやる。いや、リクエストでやるってことは歌ってくれるってことですよ。おお、大丈夫ですか。あれ、サビだけで大丈夫。大丈夫だよ。最後の花火がとかだけ一緒に歌ってくれる。そこだけ一緒に歌ってくれるんですか。それです、チョコレートクラッカーですか。ありがとうございました。終わり。とりあえずちゃちゃっとやりましょう。つらいから。Yeah.
練習積んでるからできてる。日々のトレーニングの賜物ですわ。地方のライブっていろんなバンドが出るから、こういうバンドも見誘われられるの。だから拷問でしょ。そう拷問だよ。あの見に来たあなたたちが悪いんだ。悪いんだ。かっこいい。うちは普段通りやってるんだけど。そう何なのこれとか言われても知らないから。いつもこうだから。クリーンオフとか言ってダメだよ。本当だよ。知らないよ。あの疲れてないんだけど、少しこう休む曲にしたいかなっていうのは多々あって、ちょっとねちょうどいいや。あの多分うちのバンド知らないでしょ、みんなほとんどの人。だからちょうどいい機会だから、多分曲やってもわかんないでしょ。あの作ってる途中の曲があるから。知らないからさ、あそこ間違えたとかなんないじゃん。そうそうそう。お金払ったの？そう。一応ほら知ってる人の前でやるときのためにやっとかないと。詐欺とか言ったらあるから。そうそうそう。だからちょっとごめん、あのうん。おかしい、明らかにおかしいなと思っても、そういう曲です。本当にそういう曲だと思って聴いてください。フローティングストロンという曲だと思いますよ。
年もやったなあれ聞こえてこなかった本当ケチパブリックじゃないケチあ、違う、うん、あ、まあいいやもう加藤はいいのかなそうそう、帰ったどうしよう帰った方がいい人で、暗くて見えねえしごめん、どうしようなもう一曲やろもう一曲だけやっていいじゃあ、せっかくなんかあの、ね女子が多いんで、いやらしい曲やってくれる。これ聴いたらね、なんかいやらしい気分になるはずなのね。何度もライブで試すんだけど、誰もならない。知らんけどやるわ。あと、あの今日楽しかったよって家帰ったお父さんお母さんにちゃんと言っとくんだよ。そうやって口コミって広がっていくから。I'm not afraid of the dark.
水曜日に。どうぞ。もう帰ります。ありがとうございました。